デスゲームは始まらない。今回でラストになるかな。続きからやっていきますね。前回の続きでバッドエンド全部回収したことによりイフルートが解放されましたね。なのでこのまさかのイフルート見ていきます。デスゲーム始まったんかな。いきます。ちょっと楽しみです。ラジオどういう展開。ラジオから聞こえてくる声。今日午前4時半過ぎ、バツバツ区にあるファミリーマートバツバツ前店に男が押し入り、物騒だな。アルバイト店員に包丁を突きつけ、レジにあった現金数十万円を奪い逃走しました。たかだかその数十万で人の命奪うってどういう思考なんだろうね。逃げた男は全身黒の服に黒の目出し帽をかぶっていたとのことです。警視庁は強盗事件として逃げた男の行方を捜査しています。ここからは芸能ニュースです。まずは、もし、大丈夫ですか？おーい、073。07？ え？あ、起きた。イオちゃんだよね。なんで073？ は？目の前に見知らぬ美少女がいて、思わず飛びのく。それと同時に体に強い衝撃が走った。すぐ後ろが壁だったらしい。したたかに背中と後頭部を打ちつけ、痛みのあまり床にうずくまる。こんなプリッチーフェイスを見て、そんなリアクションしますかね。幸薄そうな美少女とか言われてる。あなただけ全然起きないから心配したのに。不満げな表情の美少女に軽く頭を下げ、よろけながら立ち上がる。起き抜けで頭がよく回らない。寝違えたのか、首の右横あたりが痛い。確か自分は喫茶店にいたはず。どういう展開だ？彼女のお気に入りだという小さな喫茶店。若いマスター以外に人はおらず、半ば貸し切りのような状態で、随分と話が弾んだ。イオちゃんとデートしてたん君。今日こそは彼女に大事な話ができる。二人の未来について。そう思いながらコーヒーを飲んでいって、睡眠薬が入ってたのか？ふと周囲を見渡し、体が固まる。何？本当にデスゲーム始まりそうじゃない？この雰囲気。実質とは程遠い廃墟のような室内。窓もなければ扉の一つもない。置かれているのは随分と古い型のテレビだけ。の別の参加者たちが、これ期待していいの？次回作。そこに年齢も性別もバラバラな見知らぬ人々が落ち着かない様子でいた。わけもわからないまま口を開く。人々の目がこちらを向いた。友好的とは言い難い視線の数々。言わんとした言葉も忘れ、曖昧な笑顔を浮かべてごまかす。救いを求めるように、ジーンズの後ろポケットへ、ポケットへと手を伸ばす。ない。左右のポケットに入れておいた財布とスマホがない。確かめるように、体中を意味なく叩く。床、もう落ちてない。急に体バシバシ叩いてどうしたんですか？財布とスマホを見なかったか聞いてみる。絶対見てないよ。ああ、そういったものは見てないです。イオちゃん運営じゃないの？巻き込まれた側なんか？どうなってんだこれ。というか皆さん荷物がないって言ってたので、私もなんですけどね。ほんと、勘弁してほしいですよ。なけなしの全財産が。目の前の美少女はがっくりと肩を落としている。そういう問題でもない気がするが。遅まきながら、ようやく自分が異常事態の中にいることに気づいた。これ何？ドッキリか何か？MeTube の撮影？こん中に迷惑系 MeTuber してるやつでもいんの？よく見たら制服姿の女子の左頬に大きく01と数字が書かれている。それで俺07って呼ばれてたのか。ちょっと作者さん、コメディーゲームが得意かと思いきや、ちゃんとこういうシリアスな雰囲気のゲームも作れる方なんだね。もう最強じゃんこの人。ドッキリだとしたら随分と手が込んでるわね。この女性も左頬に02。お坊さん？和装の老人だった。部屋で昼寝をしていたはずなんだが、夢か？ 03？ この老婦も左頬に03。こっちの少女にも04。04だ。私、夕飯の支度が。夫が帰ってくる前に、お風呂も沸かしておかないといけないので。大変そうだな、主婦。この人は05。で、06ちゃん？お仕事は？
生活かかってるんですけど、ガチで。さっき話しかけてきた美少女は08。あ、あれ ?06 は?お前が06か?おい、誰だ?このふざけたことしたやつは。こん中にいいんだろう。今なら一発ぶん殴るだけで済ませてやるから、とっとと帰らせろ。怒りを織り交ぜた乱暴な言葉に、ただでさえ重たい空気がさらに圧を増す。この人は06だ。で、俺が07ね。なら自分は、そっと自分の左頬に触れる。そういえば最初に彼女が、073って言ってたもんね。もしもし、大丈夫ですか?おーい、073。誰も一言も発せず固まっていると、おー、来たよ。耳障りな音が突然どこからか聞こえてきた。床に直置きされたテレビだ。さっきまで真っ黒だった画面に砂嵐が映っている。みんなの視線がテレビに注がれる。それを見計らったように砂嵐がかき消えると、画面の中におかしなものが浮かんでいた。R か ?R くんか?おー、ちゃんと始まってるゲームが。やあやあやあ、それがしは R。あれ、ちゃんとマスコットキャラやれてる。おめでとう、おめでとう、おめでとう。君たちはとっても素敵なゲームの参加者に選ばれました。何のゲームって思ったよね。デスゲームって言うんだけど、知ってる?もちろん知ってるよね。今時メジャーだし、飽和しすぎで触笑気味?でもご縁があって参加できたんだから、まあ楽しんで。じゃあトリマ、自己紹介タイムでも設けよっか。参加者同士お互いを知っといた風の方が良くない?ささくれた心がほんのり和らぐでしょ。今だいぶカミカミだった俺。え?そうでもない?まあそういう時もあるよね。じゃあ様子見てまた連絡しまーす。バイチャー。おい、ちょっと忘れるところだった。名前は名乗っちゃダメだよ。どうして？そういうルールだからだよ。みんな方のナンバーで呼んだらいいんじゃない？ルールを守らない子はどうなっちゃうんだろうね。てかてか、こんな場所じゃ名乗る気にもならないか。これは失礼しました。おお、ちゃんとデスゲームのメインマスコットっぽい感じが出てる。唐突に始まり唐突に終わった。再び真っ黒になった画面を呆然としたまま見つめる。デスゲーム?参加者?自分が?漫画かドラマじゃあるまいし、けれど笑い飛ばすにはあまりにもおかしな場所にいる。異常事態に巻き込まれているとは思ったが、まさか、そんな。ただこの場で立ち尽くしていても仕方ない。誰かに話しかけるか周囲を探ってみよう。なにこれ、なにこれ。話しかけていくよ。びっくりしちゃった。何今の。マジ意味わかんない。やばすぎ。あたおかすぎ。頭おかしいかな。どうやってここへ来たのか聞く。自分で来るわけないし。だいたい私、友達とカラオケしてたんだよ。ジョニー縛りでめっちゃ盛り上がっててさ。何ジョニー縛りで。いつの間にか寝てて気づいたらここ。なんで私だけって感じだよ。カレピと夕方から会う予定だったのに、マジメンブレ。まあ、今頃友達が警察行ってると思うし、大丈夫っしょ。友達が捕まった可能性はないのかって？だってここにいないんだから捕まってないんじゃないの？え？違うの？どうなんだろうか、それは。なんとも言えないけど。なんか、イオちゃんも普通の参加者っぽいんだよな。頭のおかしい話に換気の悪い密閉空間って、本当に最悪ね。どうやってここへ来たのか？で、先から家へ帰ろうとしていたら、おばあさんに道を尋ねられて、その先の記憶がないわ。ってことは、おばあちゃんがデスゲーム運営だったのかな。目覚めたらここにいたって感じね。もしかしてあのおばあさんもグルだったのかしら。こっちは来たばかりで知り合いもいないし、仕事も始まるのは1ヶ月後だから、私がいないことに誰かが気づくのは最悪1ヶ月後とかかもね。わあ、最悪やな。新生活の初っ端からついてないわ。随分と落ち着いているように見える。見えてるだけよ。まあ、焦ってもっていう感情があるのかもな。イオちゃんは最後に話しかけようか。何？怒ってる。ここへ来たのか聞く。それは私に言う必要ある。え、全然会話してくれんかった。で、この人は主婦の方かな。こんにちは。もしかしてもうこんばんはの時間でしょうか。それは俺もわからない。なんて挨拶してる場合じゃないですよね。ごめんなさい。すごく頭が混乱してて。だってここへ来たのか。スーパーで普通にお買い物をしていただけなんです。調味料で買い足しておきたいものがあったから。お店を出て駐車場に止めてあった車のところに行きました。助手席に買い物袋を置いて、その後のことが思い出せないんです。気がついたらここにいて、もう何が何だか。夫が家へ帰ってきたら気づいてくれると思います。いつもは私は家にいますから。
警察にすぐに連絡してくれるといいんですけど。じゃあ最後、イオちゃんに行くよ。え、何これ、全然デスゲーム始まらない感じじゃないけど。いや、さすがにないですよね。デスゲームとか冗談ですよね。こう来たのか、聞く。世界の車ショーからみたいな作品のナレーター募集ですよ。ああ、イオちゃんだね、これは。それに受かって今日スタジオで撮るはずだったんです。スタジオって指定されたのがここだったんですけど、建物入る前に関係者っていう人に声かけられて気づいたらここに。もしかしなくても騙されてましたかね。わあ、もう、私の人生こんなんバカかよ。腹立ちまくりですよ。どこからでも開くって書いてあるのに、開かないソースの袋とか、気づいたら靴に入ってる小石くらいに腹立たしい。ああ、それちょっと地味にうざいかも。え？ここの外観？めっちゃ廃墟でした。ああ、貴重な情報はとりあえず得られたね。男性は一人、あ、そっか。おじいさんもいたな。目つきの悪い男性。全身に土器をまとい、今にも爆発しそうな雰囲気だ。ぶん殴られそう。話しかけるのはやめておこう。あっちゃー。じゃあ、あなた。夢にしてはいささか。ん？何かね。だってここへ来たのか、聞く。どうもこうも、さっきも言ったと思うが、家で昼寝をしていてな。が、なんとも寝心地が悪い。パッと目覚めたらこのありさまだよ。こんなところに寝かされて、体が痛くてかなわん。老人の扱いはもっと丁寧にしてほしいもんだ。もうこんなもんか。じゃあちょっと周囲探索してみようか。周辺を探る。部屋をぐるりと見渡す。やはりどこにも窓も扉もない。天井も見た感じでは、あからさまにおかしなところはない。あれ、終わりじゃね？ああ、となるとさっき切れてた人に話しかけてみる？あれ、一回選んだら話しかけられるっぽいね。となるとイオちゃんじゃね？あれ、誰もいけない。主演やたら探れせばいいのか？ああ、なんか出てきた。床の一部が剥がれて、ところどころに破片が落ちている。破片は手でも簡単に割れた。床を剥がすのも案外簡単かもしれない。脱出できそう？周辺探るよ。テレビは沈黙を守っている。古い型でかなり重量がありそうだが、自分一人でも頑張ればモテそうだ。ん？はてさて、どうしたもんか。若い人たちは存じ上げているようだが、デスゲームとは何ですかな？命をかけたゲームさ。エローグの質問に室内の空気が張り詰める。名前も知らないみんなの気持ちが今だけは手に取るように分かった。教えられないのではない。口に出して教えたくないのだ。そっか、命狙われる可能性が出てくるわけだもんな。自分の身に降りかかってきたものを直視したくないから。おなんだ急に。ガー！重苦しい空気を裂くような方向に体がびくつく。さっきの男だろ。男性がものすごい勢いで壁に拳を叩きつけている。怪我するぞお前。くそくそ、なんで俺がこんな目に遭わねえといけねえんだよ。目をちばしらせ、狂ったように壁を殴るよう様は、獰猛な獣のようで、明らかに常軌を逸している。怖いな。なんであの人あんな鋭角な尖り方されてるんですか？もっと三角コーンくらいマイルドな尖りにしていただけるとありがたいんですけど。もう表現がうまいこの子。本当に、イオちゃんすげえ。誰も止められずにいると、凛とした声が室内に響いた。お、バカ！自分から怪我しに行ってどうすんのよ！うるせえ、うるせえ！くそ、キャ、あ、女に手を挙げた。これは許されませんね。慌てて駆け寄った女性の手が男性に払いのけられる。女性の体が後ろへと傾いた。このままでは転倒してしまう。女性を助ける。伸ばした手が届く前に女性は自らの足で踏ん張る。おお、やるやん。と体勢を立て直した。この人は多分すごく体幹鍛えてる。いい加減にしなさいよ。怒りの雷とともにピンヒールのかかとが男性の足の甲へ思いっきり落とされた。つえー。すっ。強いねこの子。モンドリ打って男性が倒れる。靴越しとはいえあれは痛い。手を大怪我する前に止めてあげたんだから感謝してよね。これは逆らえませんねこの方には。おっと、ちょっと何してんの。誰が壁ビシバシタイムって言ったの。もういいや、冷え冷えの場を温めるためにもゲームスタートしちゃうよ。お、突然に始まるのね。え、煙、なんですかこれ。床から白い煙が。その煙が室内に蔓延する前に脱出口を探せ。健闘を祈る。は、な、どうしよう、どうしよう。この煙って吸っても大丈夫なやつ？口じゃなく手を動かして、とにかく探すしかないでしょ。クソが、ノーヒントとか、今時ナンセンスですよ。みんなが四方に散らばって脱出口を探し始める。
自分もどこか探さなければ。壁と天井、床、テレビ。床が安牌な気がするんだよな。ちょ、一回セーブしてみようか。ちょっとセーブするね。はい、戻ってきた。んじゃあちょっと床見てみようか。ここの床は簡単に剥がせる。もしかしたら剥がしたどこかに脱出口があるのかもしれない。端から一枚ずつ剥がしていく。あーなんかこれダメな気がしてきた。煙が吹き出してきて目に染みる。そもそもこんなに浴びて大丈夫なのだろうか。突然鈍い痛みが頭を襲う。やばいか。一瞬殴りたいのかと思ったが違った。自分と同じように頭を刺す少女が目の前にいた。どうやら必死に床を調べているうちに彼女と正面衝突したらしい。あ、そういうこと？謝罪し大丈夫か尋ねると気まずそうに視線をそらされる。こっちはいいから床調べて。死にたいの？あ、はい、今急ぎます。鋭い言葉が心臓を刺す。あー、やばい、蔓延してる。気づけば白い煙が霧のようにあたりへ立ち込めている。そうだ、今は調べないと。皆さん、それっぽいのありました。マジか。いや、いいよちゃんやるね。声の方へ振り向くとそこにはテレビを持ち上げている美少女の姿があった。テレビだったか。かなりの重量があるテレビを顔色一つ変えず軽々と持ち上げている。ほらここです。いつもは見えない裏側の部分に赤いボタンがある。え、押してみる。早く押して。いや今ですね、両手が塞がってて。誰か押して。持ってないで下に転がせばいいじゃん。ね、あからさますぎない？罠の可能性もあるな。でも押さないにしって言ってかと老人がもうすんなり押した。おい。え、一瞬のためらいもないまま老婦がボタンを押した。まあ押せって言ったしな。すると煙の噴出がやみ壁が動いた。あ、よかった。命の危険は立ち去ったね。左右に移動した壁の奥から立派なトンネルが現れる。助かった、次に進める。そう安堵したもののも束の間だった。え、なんで悲鳴？え、悲鳴がして後ろを向く。え、女性が浸り込んで一点を凝視している。まさか誰か被害者が。ああ、床が赤い。赤い？誰かが倒れている。白い煙が散り、その姿が浮かび上がらせる。あ、部屋に言われていた。間違えた。綺麗に言われていたお団子頭をぐちゃぐちゃにして、頭部から血を流した少女がうつ伏せで倒れていた。え、誰かに殴られたってこと？013？女性がすぐに少女に駆け寄り手首をつかむ。どうやら脈を測っているようだ。一切の物おじもせず、あんなことができるなんて。女性は刑事か、医療従事者なのだろうか。自分も、何かとは。その場から一歩も動けないまま、浅く息を吸い続ける。女性が無言で首を横に振る。ためだったか。あまりの唐突のことに頭がついていかない。どけよ。男性が女子を押しのけ、少女の手首をつかむ。なんだ、本当に死んでんだな。いや、言い方。それ、どういう意味かしら。死んだことにすれば、水面下で動きやすくなるだろう。え？こいつがお前の手下とかでなくてよかったよ。あんたね。じゃあ、お前か。え？まあまあ、関わってるよね。確実に。突然、矛先を向けられ、美少女がたじろぐ。狂気、テレビくらいしかないだろう。この傷はどう見ても大ダコンだ。頭の傷を見ている男性から反射的に目をそらす。体が拒否反応を示すように震える。信じられない。どうしてあんなものに触れ直視できるんだろう。若く見えるが彼も刑事かイリオン。いや、なんかそういう暴力事件に関わってたんじゃない。待ってください。確かに私がテレビを持ってましたが、こんな恐ろしいことできません、まあ、テレビで殴ったなら血痕もあるだろうしな。ああ、だよな。ほら、テレビに血の跡はないがな。もう冷静はそうの老人。拭き取っただけかもしれねえだろう。そんなすぐに拭けるか。その首元についたどでかい赤いリボン、よく見てみたらどうだ。そんなわけ。もういい加減にしてよ。さっきから誰かで構わず喧嘩腰で、私から見たらあんたが一番怪しいけど。それは言えてる。信じないと思うが、俺がこういう目に遭うのは二度目だ。え？前もわけもわからないままクソったれなゲームに巻き込まれて大事な友人を失った。え？死に物狂いで生き抜いて、あいつの分まで精一杯生きるって誓って、これだよ。なあ、わかるか？腹ん中に得たぎってぐちゃぐちゃなんだよ。いざとなったら、俺はお前ら全員殺すことになっても生き延びるからな。え？お？え？テレビ撮影だった？え、なんだ？ひげ生やした男。ああ、あんたが。どうも。自己紹介は不要だよな。ガキの頃からの友達だよ。友達だったって言う方が正しいか。いつからだろうな。気づいた時には結構なクズになってて。学生？何浪した設定だよ。
で、俺は何をすればいいわけ？え？え？どういう展開な？ちょっとこれまだまだ続きそうだから一旦ここで終わろうか。まさかこんなに楽しませてくれるゲームとは思わなかった。ギャグもシリアスも両方で楽しませてくれるわ。はい。それでは、シアンでした。次回はここからですね。それでは、またね。